今回収録トラブルにより音声がいつもよりも悪くなっております。ご了承ください。ワイパラジオ、ワイパラジオ始まります。ワイパラジオです。この番組は三日一食ワイパーの1週間のニュースをお送りするラジオ番組になっております。 YouTube ポッドキャストから視聴可能です。皆さんこんばんは。まあ、そして2024年1回目のワイパーラジオとなりました。はい、はい、ということなので新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、とはいえね、2024年はもう元旦から能登半島地震だったりとかね、翌日も大きな事故が起きてましたけど、はい、まあ、なかなか考えさせられる正月になりましたね。ですね。まあ、やっぱりその結構あのラジオだったりとかでもお便りいただくこととかもあって、はい、結構やっぱりこの新潟とか富山、石川とかいいですよみたいなお便りも以前結構いただいたことがあるので、もしかしたらその現地被災した近くに住んでる方もいらっしゃるかと思います。そうですね、まあ、一部の、まあ、あのね、アカウントとお名前でする方には DM を送りましたけど、まあ、幸い私が送った皆様は、まあ、大きな被害もなくということだったんですけども、まあ、まあ、言うてもね、毎日のニュースを見る限りね、かなり多くの方が被災されて亡くなられた方々もたくさんいらっしゃるということなので、本当心よりお見舞い申し上げるとともに、まあ、亡くなられた方々に関してはもうご冥福を、ね、お祈り申し上げるしかない状況にはありますので、まあ、まあ、新年早々ね、私たちいつも通り、ただ、まあ、あえていつも通りここはさせていただくのが一番かなと思いますので、ワイパーラジオは、まあ、いつも通りやっていきますけど、はい、ワイパーも含めてですね、お付き合いくださいませ。はい、ですね。はい、じゃあ、一応ということで、はい、2020年の最後、ワイパーラジオ一発目となっております。はい、ちょうど今日収録しているのが、1月4日、はい、で、ワイパーはですね、今日から仕事を始めます。そうですね。はい、まあ、お電話での問い合わせだったりとか、出荷に関しては明日から、あの、本格稼働という形になりますので、まあ、通常稼働は5日からという形にはなってますけども、まあ、このラジオが公開される頃にはもういつも通りの終わりですね。はい、なので今年は木金となってまたすぐに週末という感じなんで、はい、ちょうど木曜日にですね、あの5万人のチャンネル登録の、はい、記念のプレゼント企画、はい、そうですね。そして多分前日はですね、丸ライブがそうですね、きっとうまくいってるまあ4日に今ラジオ収録してるのが、明日がライブ配信、丸ライブが今年一発目のということなんで、まあ楽しみですけど、はい、まあ、でもなんか初売りとかすごかったらしいですね。らしいですね、まあ、らしいですねと言いましても、これもう新年早々あのヴィンテージリマーケット、うん、あの動画をお届けしましたけど、そりゃそうだろうって思うぐらいの圧巻の画角というか絵力だったじゃないですか、あれ。そうなんで、まあ、実際にその日はちょっと自分たちもお休みいただいたんですけど、はい、実際にその売上の内容とかを見るともうすごい N1 だ。いやー、すごいですね。めちゃくちゃ売れてたから、もう高額なお買い物をされてるお客様が多数で、まあ、けど確かにあの空間に入っちゃうとちょっとテンション上がっちゃうし、感覚麻痺っちゃいますね、はい、なんか90年代の古着屋さんに来てるのかなと思うぐらい、ちょっとラインナップがやばかったですもん、はい、うん、それでこのヴィンテージマーケットは8日まで、はい、続いていますので、はいはい、まだまだたくさん残っているので、はい、ぜひお近く寄られた際はお待ちしています。そうですね、ご覧いただくだけでも、ちょっと手に取っていただくだけでもかなりテンション上がるし、うん、貴重な経験と言ってもいいぐらいの空間になっていると思いますので、うん、今ね、ぜひまだ、ってことはこのラジオ公開の翌日、まあ、この週末も含めてまだ開催中ということですもんね。はい、はい、ですね、ぜひお越しください。はい、お待ちしています、はい、じゃあということで新年一発目はですね、はい、まずこちらから、はい、鈴木中村の今日の号で、はい、はい、ということで、では私からいきましょうかね、はい、2024年記念すべき一発目はもう目に優しいコーディネートですね、はい、ザ・アメリカズスタイルです、うん、ニューエラのキャップ、ベースボールキャップに G ジャン、 LVC の G ジャンにバーンズのフーディー合わせ。ただ今回のコーディネートのポイントはやはりこのパンツですね、はい、これはフランスの521のではないんです、うん、米軍の M45 です。お、しかもワイパーインクの、はい、ってことなので、先出し情報になりますけど、はい、今年一発目のワイパーインクの新作、うん、おそらくこれになるじゃないですか、はい、ですよね。なので、年末にね、私これちょっと撮影の時に履かせていただいて、これはやっぱいいなということで、もう即購入して、今年、まあ、年始はこれでスタートしようかなと思ってガンガン履き倒す予定です。はい、もう定番機能っていう感じ。いや、 やっぱね、このね、ズドンとした腰回りから太いこのシルエットが、やっぱフランスの521の方がちょっと
区別感が図れるものですかね。 あとちょうどウエストポイント持ってなかったので521のこの生地感というかツヤ感がやっぱ出せるカーキ色のチノパンというのだったらこの米軍のこの M45 いいかなと思って。いいですね、まあ、これちょっと詳細はまだまだちょっと、はい、そうですね、まあ、ただご覧の通りもう安倍風にはまらないわけがないので、うん、結構いいかなと思いますけどね皆さん。いいですね、お楽しみに、はいはい、では私、はいはい、私もですね上はこちらですねファーストタイプの、ベンタイルを使ったブラックのですね、はい、ジャケットを着用しております。でさらにインナーはですね、これちょっと中村さんの大丈夫かお願いします。カテゴリーがカップだ、はい、こちらですね、ハウスオブブランクスの、はいはい、こちらのリバース仕様のスウェットそしてロッドのニットキャップに、はい、パンツはですね、ちょっと柄物入れたかったんでチョコチップをですね、はい、着用しました、はいはい。まあ、これは、ロスコのものですね、まあ、それにこうナイキのスイッポンという形で、はい、まあ、シンプルな感じですね。もう二人様にザ・アメカジですね、スタイルとしては。そうなんです。あのさっき言ったチノだったりとか、まあ、こういうようなジャケットもこれもですね、まだサイズを選びいただけるので、はい、なんだかんだ春先とかまで使えるような感じなので、まあ、かなり着用の機会は広いと思うので、はい、まあ、シンプルな合わせは誰でも取り入れられると思うのでおすすめです。はい、2024年は目に優しいアメカジコーディネートになってました。まあ落ち着きますからね、ただね、はい、着てる本人もリラックスできると言いますか、馴染みがあるので、まあまあけどこのM45 で今年はスタートですか。いやこれは、まあ、多分あのずっとワイパーインとかあのワイパーラジオとか見ている方はですね、はい、これが出るのはなんか多分まあまあそうですよね、チラチラ言ってたんで、まあ、それがやっと出来上がったんで、まあ、かなりいい出来になってるんで。そうですよね、まあ、2023年はだって軍番は WP111 番でスタートしたんですよね、新作としても。そうですね、パンツが結構年明けすぐに出来上がったんで、まあ、次はですね、今年は米軍知能で使うっていう感じですね、はいはい、というような感じになっております、はいはい。ではですね、続いてはこちらミリタリーショップワイパーの1週間の売上ランキングを発表するコーナー題しまして、ワイパーウィークリーランキング、はいはい。まあ、ちょっとこれ今回はですね少し特殊です。1週間プラス、1月の3日まで集計して、まあですね、はい、なんでまあ大体10日間ぐらいですね、年末年始の、はい、で、集計した、独自のランキングを発表していきたいと思います、はい。前回がね、1年振り返るものでしたけど、うん、ちょっとあのずっとはリアルタイムでは見れなかったんですけど、とびとびでちょっとこう予想を覗いてたんですよ。そしたらすごかったですね、うん、あのだから要は50位のうち何個持ってるかみたいなタイトルが盛り上がってて、そうだそうだ、ちょっと元帥三平さん37とかじゃなかった、やばくなかったですか。いや相当持ってるんですよ。自分もそれを数えようと思って数えたら、はい、確か25も半分ぐらいだったんですね、言うても、はい、20から25の間だったかな確か、うん、そしたらびっくりしました半分以上持ってる、35はだってから恐るべし、まあ、まあ元帥ですから、はい、それはそうなんですけど、いやちょっとね三平さん、いや、おそらくその皆さんもそうですよ、チャット欄で、すごすぎるみたいな、元帥さすがみたいな感じで、すごい盛り上がってますね、コメントがね。はい、まあ、でも結構、三平さん以外にもこう何個持ってました。いやいや、それでも結構ですよ、まあ、10以上あれば、基本すごいでしょ、うん、私がもしよその店舗さんでですよ、スタッフじゃなくて、そんだけ買ってれば、うわ、今年ワイパーで買ってんな、俺って、ちょっと自分できますもんね、ですね、10超えてから。いや本当にありがたい。いやすごかったです、ちょっとびっくりしました、年末でもあのランキング結構振り返ってみるとすごいこういい感じ。そうなんですよね、流れがね、綺麗に、あ、やっぱ似たようにね、レベル7が固まって入ってたりとか、うん、メーカーものが定期的に入ってたりとか、面白かったですね、確かに、うん、そうなんです。なんで、まあ、一応ですね、今週のランキングに関しては先週に関してはあの特化、はい、お正月に特化をしたのでそれが結構入ってると予測します。はい、じゃあ行きたいと思います、はい。まずですね、第12位から第12位はですね、こちら実物ユーズドのオランダ軍のキルティングライナージャケット。あ、早速じゃないですか、はい、これはスペシャルオファーのラインナップに入ってたやつですね。そうですね、フロントがベルクロになってるものですね、はい、まあ、これに関しても特化で今回流行しということで堂々の第12位と、はい。そして第11位、こちらはですね、実物ユーズドのイギリス軍のフリースライナージャケット、はい、これもですね、はい、しかも新作、はい、新しく仲間入りしたやつです、ね、はい、グリーン の、この裾が絞れてないスカットのフリースジャケットです、ね、はい、
そして第10位、こちらが実物新品のチェコ軍の M60 のパンツライン。はい、はい、もう全部締めるんですかね。おそらくですよ。そうです。ということは、一応22個のアイテムが今回、はい、あの特価なので、ね、その中の12個可能性大ですよね。あとは順位がどうなってるかだけで、ね、そうですね、はい、ちょっとワイバインク入ってくるんじゃないですか。じゃあ続いてがですね、こちら第9位はですね、はい、ワイバインク、はい、ダブルキーの111番。あ、これはすごいですね。ベースの M65 スペシャルオファーが名を連ねる中、はい、まあ、さすがですね。さすがですね。それはね、去年ね、うん、ランクインかなり上位でしたから、それは、はい、まあ、未だにじゃあ1年経ってもこうやってベストセラーですね。すごい、うん。では続いて第8位、あ、これも頑張った、アーミーバイバイバーの釣り網のダブル。ああ、これはけど納得ですね。これ実はもっと年末の際の際でね、予約販売開始したので、はい、あの見逃してる方も実は多いんじゃないですかね、うん、ですね。だってこれ、最終日の最終日の前の日のマルライブの日に販売開始したですよね。すごい、あのご好評いただいて、うん、当初の予定分は完売という形になったけど、確かエレルートが追加ができるようになって、今、まあ、今の時点ではあの全サイズの販売中ですけど、はいはい、これに関しては確か11日まで、そうですね、はい、あの、あるのでまだ購入ください。いや、もうベーシックだけどこだわりがみたいな、まあ、袖口のあのリブのところが一番のちょっとポイントになるんじゃないかなと思いますけど、まあ、ちょっと似ているですね、うん、まあ、釣り網を使った日本のスウェットをおすすめになってます、はい。続いて第7位はですね、こちら米軍のエクワックスのジェン3のプリーツラケットホリッチのファーストクオリティ、はい、ファーストクオリティが第7位。なるほど、はい、まあ、今回フリーツもめちゃくちゃ多いですから、ね、はい、いけるでしょう、おそらくこれより上に、はい、まあ、その中では、こちらファーストクオリティが第7位、はい、多分在庫数でいうと一番少ないかもしれないです ね、うん、ですね、なかなか状態が出てこない、はい、では続いてがですね、第6位、あ、これも強いですね、実物新品デッドストックのロシア軍のオリーブグレーのヘンリーネック。おお、うん、強いですね。けど7番のスリーピングシャッターはその季節感を問わず、まあ、これに関しても年間ランキング入ってましたね。ですよね、オリーブとホワイト、ホワイトになってるのかな、はい、なるほど。では続いて第5位、第5位はですね、こちらは、あ、これも目玉、フランス軍の F2 パーカーラインナップ。ああ、まあ、けどこれは今回ね、新しいラインナップの中で一番パンチ力があったというか、うん、F2 がみたいな、そうそう、チャットランとかでも F2 狙いたいみたいな声結構多かったですよね。そして第4位はですね、こちらは米軍エクワックスジェン3のポーラーテックフリースのユーズドのポリッチ、ユーズドのポリッチ、なるほど、はい、が第4位と、はい、まあ、先ほど第7位がファーストクオリティに対して第4位が通常のユーズド、はい、値段と、まあ、在庫数とかのバランスによるのかな、はい、同等第4位、はい、そして、今週の第3位、こちらはですね、実物ユーズドの米軍のエクワクスジェンスキーのポラテックのコヨーテが第3位と、はい、なるほどということで1個残ってますね、米軍のリスリーズで言えば、はい、そして今週の第2位はですね、はい、こちらは実物新品デッドストックの米軍の N3B、 デッドの N3B、 あ、デッドですね、はい、なるほど、はい、そうか、 N3B は確か特価でユーズドと新品選べたんです、ね、はい、今回の両方ありますから、はい、まあ、そんな中でも、やはり新品の希少なデッドストックが第2位という結果ですね、はい、そして今週第1位、これは大方の予想がつくんじゃないかなと思いますが、うん、なんと実物新品デッドストックの米軍のエクワックスジェン3のポーラテックフリースのポリッチランクインです。デッドストックですね、はい、1位が、まあ、初めてでしたね。まあ、そうですよね、はい、納得です、うん、まあ、いうような、はいはい、まあまあ、ユーズを持ってた方が逆にもうガンガン来たをして、もうこれは間違いないということでデッドを見てるかもしれないですね。デッドがなかなかやっぱりこうね、あの一番ご特化というか一番望まれているもの状態にしたらやっぱ綺麗にこうしたことないということで、はい、確かにね、まあ、それがこう今回特化ということで、これを逃さないのではないというような、そうですよ、定価も抜群ですからね、それこそ私も年末年始、奥様が実家に帰ることがあって、毎年その義理のお父さんに、私はその1年の感謝の意を込めて毎年何かしらうちの洋服をプレゼントして買って帰るんです、はい、前のジェンス3のフリースと、また今回は、まあ、うちの
お父さんのこととかいろいろ考えて、この今私が着てるバーズのワイドチリアニのフーディーをプレゼントしたんですけど、確かにフリースも間違え硬いだろうなと思ったんですけどね、デッドナイン、それぐらいのね名作ですよ。なんかでも結構その他の人もなんかこうお父さんがそうそうそう、ね、着てるっていうか、してましたよね、確かに。なんかの NCB でもしましたね、めちゃくちゃ贅沢、はいはい、プレゼント、はい、いやいいですね。そうですよ。で、ジェネスリーのフリースも確かお母さんにって言って切なかったかな、ご購入いただきましたけど、まあ、軽くて暖かいですし、ね、まあ、部屋着にもおすすめになってます、はい、というような結果でございます。はい、はい、まあ納得と言いますかね、はい、年始からワイパー早速アクセル全開でね飛ばしました。オンラインも含めオフラインも、はい、実店舗さえもヴィンテージマーケットを開催して、なんか結構年末年始こう動画がなくて寂しいっていうような声以前いただいてたんですけど、はい、今年は割と投稿頻度の年末年始も高かったあったんじゃないですか。なんか不思議な感覚ですもんね、自分たちはその29日の夜にお伝えしたように忘年会で年内で、ね、はい、まあ、実店舗バーとか動いてましたけど仕事をさめしたけど、動画上ではまだ皆さん情報を発信し続けてるというこのなんかちょっとなんか自分的には不思議な感覚ですねまあでもね、それのおかげでこうやっぱこういつもこう投稿してるとやっぱ習慣になるから、やっぱそれが途切れない、はい、生活リズム的にはですね、はい、お送りをさせていただきます、はいはい、まあでも来週からまあいよいよ本格的に、そうですね、もう通常稼働ですからね、うん、それこそ火曜日にはミリステムもありますし、うん、もう至っていつも通りの日常がスタートするわけですけども、まあまあ今年も年始からかなりスケジュールとしては、うん目白押しなイベントというか、はい、いろんなね販売予定のアイテムだったり、うん、新作参入感も含めてありますので、まあ楽しんでいただけると思いますよ、うん、そうですね、もう1月も実物からワイパーインクから、はい、いろいろとすでに仕込んであるので、はい、でさらに特化とかも何回かできたらいいかな、あ、なるほどですね、はい、まあ、ちょっとまだ何をするかというところまだ決まってはいないですけど、はい、まあ、そういったものも予定しています。はい、いや、いいですね。もうすぐに、もうすでに仕事モードに切り替えて、いや、もうスイッチはね、今日からですから、うん、完全にオンになってますけど、はい、まあ、どうですか、まあ、実際じゃあ2024年始まりますけど、はい、こうなんか今年の目標みたいなとか、いや、まあまあ今年はね、そのなんか、まあ、前回の動画でもお届けしてましたけど、うん、やっぱ今年あの春夏のアイテムがやっぱ毎年、はい、自分の中ではちょっと秋に比べたらボリュームがないなと思って寂しい思いをしてたので、じゃあ作ってしまえばいいということで、個人的にはかなり企画を今練ってる最中なので、まあもうすでに忙しいです、どんどん詰めていかないとっていうのもありますし、そうだそうだけど、ちょっと今年はまあ、ラフなストリートスタイルが好きな私ではありますけど、ちょっと小切れスタイルにを伝えるテーマも増やしていきたいなと思って、それこそ年末年始にあれ買いました、テイクアイビーっていう、要所分かります、昔、はい、もうアイビーのベースとなるような、はいはい、昔発行された書籍を、はい、2010年に復刻したんだったかな、アメリカの出版社が、それがもう今は買えないんですけど、それこそメルカリとかヤフオク探して買いました、勉強しようと思って、はい、なんかその年末うちの LL とかコンブレブルックスブラザーズも来て、うん、来てましたね、でなんとなくちょっとねコーンブレやっぱいいなって前じわじわ来てたんです個人的に、あ、じゃあ2024年ちょっとコーンブレスタイルチャレンジしたいなと思って、今コーンブレもしっかりちょっと革靴とかもいろいろ勉強し始めました、今まで未知になる部分だったゾーンに、はい、だからあれも楽しみなんですよ、それこそサンダース、はい、ね、そうですね、あれは1月ですか、もう年明けには入ってくる予定だったんで、もうじき入ってくる、ミリタリーダービーシューズ見てみたいなっていうのもありますし、なんかいろいろ未知なるゾーンをちょっと勉強しようと思って、それが楽しみです、個人的には。いいですね、じゃあ、うん、こう今までにないまたテイストの着こなし、そうですね、あれらしくなくないっていうのを逆にお目にすることが多いかもしれないです、まあ、でもなんかこうやっぱりミリタリーを共通項として他のテイストも取り入れてみるっていうのがいいかもしれない、うん、やっぱ去年、一昨年かも今となってはミリタリートラットスタイルっていうその雑誌が出てたじゃないですか、まあ、で、やっぱあれ見てやっぱ可愛いなと思ってたけど、やっぱちょっと縁がないのかなみたいな、うん、コンプレっていうアイテム自体にと思ってたけど、まあそんなこともないなと、はい、食わず嫌いだったんで、ちょっと今年は積極的に
そのスタイルを取り入れていこうかなと思って、とはいえワードログにはまだまだないので、ね、はい、今から揃えていこうと思って楽しみにしてます、うん、個人的に。いいですね。じゃあやはりこの足元からジャケットから。そうですね、まあまあそうです。だからやっぱ日々進化しないとですねと思って、2024年は新しいことにもチャレンジしていきたいなと思ってますけど。そう考えて、じゃあ結構早速今度ちょっと某あれに行くから、そこでバチッとこう切る。まあまあそう、まあ、それを見据えて、あ、なんか、あ、そういうタイミングだし何かの縁なのかなと思って、そうなんですよ。いいですね。いいですよ。楽しみですね。なんか、まあ、結構その具体的な着こなしっていう意味では、こう皆さんの多分見ている方も今年はこれが欲しいとかこれ狙ってるっていう意見もあると思う。なんとなくだからその何だろうな、そのよくインスタに投稿していただく方、ハッシュタグとかつけて、だワードローブ的なものに似てるじゃないですかおそらくですけど、はい、あ、このスタイル私もできる、はい、自分もできるみたいな、だからこそそういう人たちと一緒にこうね、新しいことにチャレンジできたらいいなと思ってるところもあるので、共感していただいた方は皆様ぜひ一緒にチャレンジしてほしいなと思いますし、いいですね、はい、お手当できることが新しくできるんじゃないかなと思ってますんで、楽しみにしてください。あ、でもそれ楽しくなかったって、結構やっぱ中村さんの影響でこう何々を買い始めましたっていうような意見も結構聞くから、そうですね、だから同じ小柄だからミリタリーアキレイ寝てましたみたいなのかが、まあ、その体型だけど実はカチッとした小切れスタイルもできますみたいな、うん、きっかけになればいいなと思いますし、うん、じゃあ一緒に新しい、そうですね、チャレンジしていきましょう。そうか、じゃあ自分もなんかこう新しい着こなしテイストとかなんかやらなきゃいけないかな。なるかな。でも本当はやっぱこう食わず嫌いっていうか、着てない自分が慣れてないだけ でも実はあの今周りがそういう風には思ってないよっていう、はい、なんかそんな話この間もなんかまるちゃんがそうなって言ってましたね、パンチングがなんか自分では似合わないと思ってずっと避けてたらしい。ああ、けど去年とか全然ガンガンかかってませんでした一時期。なんであの結構周りは全然そんなことないよって言って、うん、それを克服してから食べるようになったんですよね。面白い、うん、だからまあね、自分がしたことない格好にもチャレンジしてみたいですね。ですよね、はい、まあ、というような感じなんですけど、今回ですね、ちょっとあのもう初日だったんで、ちょっとお便り募集そうですよ、ね、タイミングなかったんで、はい、今回はフリートークです。リアルフリートーク、はい、雑談も子供があるぐらいの雑談で、まあ、でもなかなかこう雑談会って最近ないからですね、出てるんですか、年始一発目ぐらいは、ね、まあ、ゆっくり、まあ、多分おそらく、まあ、結構でも人によっては普通にこう月曜日祝日までお休みっていうこともああですよね、確かにこの、ね、木金っていう入ってすぐ週末に突入しますから、まあ、休みちゃえみたいな人も多いでしょう、会社さんもね。だからうちの妻は月まで休みます。ああ、いいですね。11連休とかすごいですね。なんかそれで言うと来年の年末年始はすごい大型連休になるらしいですね。確かに土日がちょうど前後にでしょうか、うん、らしいですよ。最初に来年どうなるのかなですね。逆になんか休み多すぎるからこう、だからやっぱりこう小売業とかお客様とのこのが必要な仕事って、はい、なんかそういった意味では逆にこう、ね、休みづらいっていうのが、まあまあ確かにね。ただやっぱ今年の年始に関してはそのコロナ明けでね、移動規制がないっていうのが久しぶりだったんで、その初売りだったりとか、うん、百貨店はすごい大盛況だったみたいですけどね。なんかどこ行きました？いや、実際2日行きましたよ。お、どうしてもその、はい、必要なものがあったんで、百貨店というか展示に出ましたけど、うん、まあ多かったですよ、うん、それこそその時にブルックスブラザーズとラルフが岩田屋に横並びであるんですよそこ行って、あ、いいなコンプレーと思って見て、ちょっと店員さんとブルックスブラザーズの店員さんとはお話しさせていただいたら、もう、うちのチャンネルご覧いただいてるみたいで、あ、そうなんですか。ワイパーの方ですよね。あ、すごい。すっげえいい方でした。マジでめっちゃ優しく、だからそこからこう話ができたんで、はい、気軽に試着もいろいろさせてもらいましたし、サイズも含めて勉強させてもらったんです。ありがとうございます。見てるか分かんないですけど。岩田屋の。岩田屋です。ブルックスプラス、はい。はい、そうなんですよ。後輩のフロアの。すごいですね。なんかこう言っちゃえばこう直接的なミッタリーとのつながりないんじゃないですか。ないです。ないです。はい。まあ、でもそれでもやっぱりこう見ていただけ結構です、ね、はい、なんで同業者として頑張りましょうって最後に見せてる時の挨拶まで名刺切っていただいて、すごい手厚く接客していただいたんで、はい、ありがとうございました。すごいですね、うん、そういう点で僕も天神とかに一切行ってない。いや、久しぶりですよ。これベタニコの三が日に天神に出るなんてもう数年、何十、十年以上行ってなかった気がするんですけど、はい、まあけどなんか楽しかったです、うん、いろいろその活気があるという、その初売りがね、
何より多かったですか。多かったですよ、まあ、そのごった返すほどではなかったので、まあ、程よく、まあ、昼過ぎに行ったというのもあると思いますけど、まあ、でも確かにニュースとかでも百貨店のこの初売りとかなってましたもん ね。そうなんですよ、うん、まあ、あとは駅伝とか駅伝ね、箱根駅伝、まあ、元旦 の駅伝もそうですけど、うん、ニューイヤーか、はい、まあまあ楽しかったですよね。他にはただ年末がですね、年末何してました？僕何もテレビ見てないんですよね。お、年末はそれこそ29日の忘年会が3時間まで伸びきりまして、まあね、一部メンバーですけど朝方までだったんで、ちょっと午前中ほぼ棒に振ってしまったっていうことになってしまったんですけどまあそこからはね、夕方からちょっともう一度このお店の方というか本社の方に顔を出して、はい、それこそ常連さんの高価税の皆さんが店舗にお越しいただいてたので、はい、年末のご挨拶もできて、うん、それからゆっくり30日は過ごしましたね、うん、で31日はそれこそ奥様の方の方の実家に帰ってゆっくり過ごしましたね。じゃあ大晦日からもう実家に帰省。そうです、毎年それがルーティンなので、まあ、自分の実家はもうすごく近いので里帰りほど距離じゃないですよ、本当いつでも行けるって感じなんで、ちょっと距離のある奥さんの方に帰るのがいつもの毎年の恒例だったんで、いつものメンバーに会ってたわいもないねしょうもない話をして盛り上がって年を越せましたけどね。なるほど、はい、なんか何してたかな、大晦日。大晦日何してたんだっけ。帰ってない、遠方には。元旦にあの実家にちょっとあの被害顔出したぐらいなんですけど、はいはい、何してたかな。あのテレビ見てなくて、あれだ妻があれを見てました。スノーマンの YouTube をずっと見てました。ああ、なんかすごかったらしいですね。なんかニュースで見ましたけど、その同説っていうか、そう、ライブ配信してて、日本記録みたいな。あ、そうなの。らしいです。同時にそのリアルタイムでの、 あの視聴者さんの数がすごかったみたいですね。だからあのいつもあのカウントダウンとかテレビで。まあそうですよ。だから今年はね、紅白にその今まででいうジャニーズ枠、今でいうスマイルアップでしたっけ、そこの枠がなかったっていうのもあったので、逆にその生配信をしたんでしょうけど。そしたらそれが蓋を開けてみたらびっくりの、かなりの視聴者さんの数だったみたいですよ。なんかこう結構テレビのあり方もここ数年でからと変わりましたね、本当に。まあ、ただ紅白はまあそれも飛び飛びで見てましたけど面白かったですけどね。なんか結構それも後日ニュースになるくらい、なんかすごい豪華なステージだったとかそういうのもあったりとか、うんうん、あとは格闘技とかも今年やってなかったんですか。あってたんじゃないんですか。確か民放でかどうかわからないですけど、多分あってましたよ。あれ見てましたけど、ワイパーチャンネル あのプレミア配信見てました、ね、いや、まあ、本当鈴木は欠かさないですね、はい、リアルタイムで見るのがすごいよな、はい、それを見てましたね、はい、うん、まあ、結構年末はゆっくりしてましたね。ですね、私もこの年末年始のお休みの時は結構その SNS 系だったりとかはオフラインになってましたので毎年そうなんですけど、はい、そういう時はあんま触んないし見ないし更新もしないっていう、はい、唯一それぐらいですかね、年間で見て。確かに日頃持つ、もう常にね見てるかなんで。そうなんですよ。そうですね、ちょっとデジタルデトックスみたいなのかな、うん、まあ、ただやっぱ健康第一って それこそ横日が言ってましたけど、はい、ちょうどその3日2日の夜から3日にかけて奥さんが体調崩して、全然3日はもう家でゆっくりしてたんですけど、うん、やっぱもうその健康第一って言葉がなんか今まではその惰性のように使ってたというかなんか思ってましたけど、はい、そろそろリアルにそうなんか切に願うようになってきた年齢ですね、はい、やっぱり思いません。いや、わかります。そうそう、なんか、うん、冷蔵庫に今年やることみたいな書いてあったら、はい、こう、ね、大腸検査かって書いてある。いや、確かに思いました。私も胃カメラは2年前飲んで、去年は精密検査っていうものもできてなかったんで、ちょっと今年2020年にはもう一発違うのいっとかないとなみたいなことを思いますし、人間の方が期待ですね。ですね、一歩そのハイレベルなもの一般的な健康診断毎年ね受けることができてるのであれなんですけど、もうちょっと踏み込んだやついかないとなみたいな、ありますよね。だからっていうんですか、体がこう自分が心配になるとしない。そう、そうなんですよ。やっぱ暴飲暴食も年末年始今までしてましたけど、できなくなってきましたしねあ、でも確かに自分も結構正月なんか気づいたら結構太ったんですよね、はい、あ、太った。なんかなんだかんだあのイナフェス以降とか結構天気悪かったりして、はい、通勤もほぼ電車だったんで、はい、
あんまりやっぱ運動しないから。ああ、なるほどね。うん、確かに走り納めも始めもどっちもできてないしな、まだこの時点で。やばいですね、やっぱ体を動かしておかないとね。だって正月もなんだかんだ福岡は結構天気悪かったですもん。そうですね、確かに。あ、こういえば思い出しました。あの初詣すれば行ったんですよ。うんうん、で、Wi-Fi インク着らっしゃいました。あ、Wi-Fi インクのアウターを。レベル7のパーフェクス着てる方もいまして、はい。よく分かったんですよね。そう、レベルが逆なんですよ。ああ、そっかそっか。で、さらに色的に、まあれはエピックじゃなくてパーテックスだな。エシャク、ちゃんと頭下げた。しかも全然、多分で、しかも女性の方だったんで。で、全然こっちの方も気づかれてなくて、はい、そうそう、あ、レベル7だ。そういうことも出てきますよね。私それこそ3日行く予定だったんですけど行けてないんで、うん、行ってね、列を並んでればアウターとかひょっとしたら見るのかなとか思ってましたけど、繰り越しですね。まあ東海列になるかな、これ東海列の初詣は、はい、うん、そっか、なんかそこでね、なんかこう今までまずさすがに東海列でその視聴者さんとかにお会いしたことはなかったですね、はい、なんとなくこのワイパーインク着てるっぽいような人はですよね。今年あたりお挨拶できるかもしれないですね、ひょっとしたら。あともう一つあります。僕は2日にスノボーに行ったんですよ。スノボー1月2日、はい、大分の、はい、で、実際十数年ぶりだから人生でまだ2回もないんですけど、はい、スノボー行ったの、まあ、普通に滑ってたんですけど、うん、結構ですね、エクワックス着てる率が高くて、それはジェネ1、ジェネ2とジェネ1と実物もいましたけど、なんか多分それタイプのやつ、うん、まあ、ですよね、確かに、はい、スノボって言ったらレベル7よりはジェネ1、ジェネ2の方がいいですよね。実際にですね、見てて僕もトゥルースペックのジェネ2タイプのやつ着てたんですけど、はいはい、あれいいですね、やっぱり。あ、スノボの時に、はい、結構そのスノボージャケットとしておすすめですって、はい、リレールからそういうふうに言ってましたけど、はい、実際に身をもって、あ、全然これでいいって思う。まあけど確かにそうですよね。意にかなってますもんね。かなり。袖とかにポケットついてるじゃないですか。はい、で、あそこに、携帯。フリーパスとか。あー、なるほど。はい。ギフト券とかいっぱい。はい、はい。めっちゃ行ってるじゃないですか。最初に出てきそうなイベントじゃないですか。久しぶりにスノボ行ったり、大分まで飛んでして。なんでそれが後輩に回ってきたの。あ、そうなの。ノリでよし行こうみたいな当日。前の日に実家に帰って甥っ子たちと遊んで、はい、で甥っ子たちがなんか明日スノボ行くんだって言って、あ、じゃあ一緒に行くってなって言ったの。そうそう、本当は軽い。身軽っていうか、そのようジェネツ持ってってたの。いや、まあ、実家に帰って、ああ実家で自宅に帰って、あ、そうそうそう、そんな遠くないんですよ。そうそうそう、でパパッと、なんかそのウェアに借りるのも結構お金かかるから、なんかこう自前で使えないかなと思って、でインナーにイギリス軍の PCS サンプル着たんですよ。おお、あれがインナー、そう、薄手のやつ、はい、あれを着て、上からジェネツーパー、そっか、色も揃ってるしね、めっちゃ暑い。あ、すごいね、はい、ボトムスは、ボトムスもワテックスのパンツショール持ってたんで、それを合わせたんですけど、もうこれでいいや、いや、まあ、まさにパーフェクトじゃないですか、ね、そうそうそう、実践してるじゃないですか、スノボで。いや、だからこれ結構でスノボウェアなんか結構見てて、はい、そんなにこう滑れないから結構リフトが待ってる時とか、はい、みんなのファッションとかチェックしてるんですよ、はいはい、結構なんかいろいろ幅広いんですよね。なんかこういかにもこうスケーターブランドが出してるようなデザイン、はい、まあなんか機能的なんですけど、すごい普段着っぽく見えるデザインだったりとか、はい、あとはいかにももう本当にこう雪山でこう、ね、登山しますみたいな格好の方もいるっていう感じで、でなんかその中で結構ミリタリー着てる方、食堂とか行ったら上着脱いでて、レベル3っぽいちょっとリスクがあるじゃないですか。確かに面白そうですね。見るだけでも面白そうですね。うん、なんかやっぱ防水透湿かつみたいな感じで、はい、こうなんていうかデザインとか機能とかもなんかさまざまだったんで。確かにウィンタースポーツはだってオンシーズンというか今からですもんね。うん、そういうところでね動画撮れたら面白そうだね。確かに。うん、まあ、スキー場ロケいいですね。そうですね。インタビューしてみます、ね。今日のアウター。確かに。そうね。楽しそう。だからなんか、ね、スノボーとか、まあ、登山とかキャンプとかもそうですけど、はい、やっぱりミリタリーウェアってすごい使えるんだなっていうのを再認識しました。はい、なるほど。なんとなくこの次の企画とかにそういうような機能素材とかを活かしたいなっていう気持ちもちょっとアイデアが出てきました。はいはい、うん、いいですね。新しいじゃないですか。
私はもうちょっと小切れスタイルに目覚めようとしてて、はい、続きはアクティブなシーンの方にちょっと注力が注がれるかもしれないですね。確かに綺麗めなジャケットを作ってるラインもあるのでそうそうそう、アクティブな着物で意味を用意して、やっぱりそこはちゃんとメリハリがつけられるようにね、ファッションも楽しめるといいですもんね。なんだかんだだから、まあ、結構充実してたかもしれない、はい、あ、ただ街に行ってないからですね、初売りとかで特に何も買ってないんですけど、はい、去年確かなんか初売り期間に結構な買い物してましたね。なんかそういう話をラジオの時にした気がする。爆買いしてるじゃん。そう、結構去年の冬は爆買いしてました、ね、ですよね。そうそう、今年はなく、今年はそうですね、アシックスのスニーカーを買ってくれますかね。あ、なるほど、はい、あ、あとゲーム買いました。ゲームしてましたね、あと家で。おお、何のハードの？あの、任天堂スイッチの、おあのハリー・ポッターのゲーム買ったんです。ハリー・ポッター、はい、ホグワーツレガシーっていうゲームしてました。え、それはあの奥さんの一人？はい、あの一人です。はい、桃鉄を買うか、それを買うか悩んでて、はい、そっちにしました。一人となんです。まあまあ、なんか何よりですね。運動もして、ゲームもして、そうですね、リフレッシュできてるじゃないですか、はい、これできました。はい、まあ、ちょっとしばしのお休みをちょっと満喫しております。ですよね、年間を見てもね、この年末年始の休みっていうのは、私たちはリフレッシュ休暇でも夏まで、春から夏を取れますけど、それに肩を並べるぐらいの大型連休ですからね。ですね、だから今年のそのリフレッシュ休暇もちょっといつ取るのか早めに決めないと。私、去年3月速攻一番手だったんです、今年も、まあ、3月はちょっと無理そうですけど、早めに取ろうかなと思ってますけどね。そうですよね、なんだかんだやっぱうちどんどんこう季節追うごとに忙しくなっていくから。そうなんですよ。でしかもね、結構やっぱみんなね、最初からそこを計画的に組めないんで、結構後半みんなバタバタって慌てて消化しがちなんです、はい、そうなるとみんなかぶっちゃうんでね。確かに、やったらもう最初に取っておいた方が一番いいなと。また行きたいですけどね、どっかね、そうですよ。まあ、でもなんか旅行もなんかだいぶこのハードルが下がってきたんで。そうですよね、うん、国内とか、はい、どのエリアがどのシーズンこうなあれなんでしょうね、こうお得に行けるチャンスなんでしょうね。どうなんですかね、やっぱ暖かければ涼しいところに行きたくなるしね。そうですよね、どこがいい、どこがいいか、まあ、足を踏み入れたことのない土地に行ってみたいですけどね、やっぱり。そうだな、どこ行きたいな、うん、なんだかんだでしょう、ね、去年年間こう出張とか含めるとまあまあ外に行く機会は多かったんですけど、うん、プライベートであんまり出かけるですよね。なんかこうゆっくりする旅行をしてみたいですね、うん、もうきっちりスケジュールを詰め込まずに、もう下手すればホテルの近隣をブラブラするだけで、うん、ゆっくりするのも、うん、まあこのぐらいの社会だ、この年齢とともにそういうのもありかなと思ってきますけどね、うん、でもやっぱこうお子さんもどんどん活発になってくると、あそこで、まあ、まあそうですね、そこがあるんで、ね、さすがにこうのそれはできないでしょうけど、ないものねないですよ。でも遊園地とか行ったらこう楽しめますか。あ、まあまあ、そううちのジュニアが楽しんでるのを見て楽しむことがあるんですか。めっちゃ楽しそうやなみたいなのを見て、あの喜びを感じることができますけど、同じように笑いとはできない。もともとそんなに好きじゃないですか。あ、そうなんです。ディズニーとか UFJ 行って、わーミッキーとかわーミニオンとかいうタイプじゃないんで、意外と。結構楽しんでそうだけど。いやいや、なんか意外とそこはね、冷静なんですよ。そうです。え、ジェットコースターとか。いや、あんまり好きじゃないです。苦手な方なんです。僕も苦手です、ね。まあ、ただなんかもうこんぐらいの年齢だと逆にいいかもしれない。いろんなものが鈍ってちょうどいい、その刺激が。なんかでもそういうベタなね、こう施設とか行って遊びたいなっていうのをちょっとやってみたいなですよね。なんかかけられてくる、まあ、余生がね、そっちの方がもう今折り返してるんだって、年齢的には。だからやれることをやっとかないとなとか思いますね。やっぱなんかこう本当もう年取ったなと思うのは、さっき の, その健康もそうですし、はい、まあ、今回 の, その、ね、年明けの地震もそうですけど、なんか当たり前のことが当たり前じゃないって思えるようになってきましたよね。なんかこのいつも通りの日常がそれこそベタですけど幸せなんだってことを痛感させられるというか、健康で何より、なんか何があるわけでもないけど、普通に過ごせていることが、まあ、実は幸せなんだなみたいな、しみじみと思える年齢今なってきたし、そういう環境なのかなって今思いますけどね。そうですね、僕もそう、ちょうど
この今年40になる年なんですよ、はい、やっぱりこう30と40って結構考えが変わるみたいな言うらしいじゃないですか、はい、なんとなくなんかそれを意識しすぎたのか、なんかこうちょっとこう時間って本当に限られてるんだなみたいなことをなんかちょっと実際によく考えるようになって、はい、ああいやそう、なんか自然となってきますね、やっぱだからそうあって本当に多分こう老いをちょっと感じるというかあなんか多分もうすぐあれが近づいてくるんだっていう、うん、あれが近づいてくる岡田監督以来のあれの使い方ですねそっちのあれだからこう本当にこう時間を大切にして有意義に過ごさないといけないなっていう、はい、いや本当にその通りですよ、まあ、ただなんか老いを楽しめるようにもなってきてる気はします。さっきのそのコギレスタイルもそうですし、メガネも去年あの買ってもらったきっかけもなんかこうちょっといいんじゃない、そろそろ大人になったから渋めのなんか大人な感じのメガネかけてもとか、6号ジャケットもしっかりですけど、だから次 A2 なのとかレザーのブルゾンもとか、なんかこう年齢とともにその思考が変わってきてるというか自然となんかだいぶそうなるとこう本当小綺麗な感じ、そうそうそう、慣れちゃうと思うんですね。そうなんですよ。だからなんかまあ老いるのも悪いことだけではないぞっていうことも、うん、なんかなんとなくは実感できてますし、渋みが増して、そうそうそう、楽しみですけどね。そうだな、いいですね。まあなんかただやっぱりこう運動とかしてやっぱ動ける体でもいいなって思いますし、はい、まあただその年齢とともにこう刻んだこのにじみ出るこの経験値とこの渋み、そうですよね。だからこっからこっからなんていうか、まあ毎年大事ですけど、まあやっぱどんだけ毎年この突っ走れるかどうかで、うん、そういう持ちのねいろいろ変わってきそうですから、まあ今年もこのままいけばいい年を取ることはできるでしょうから今の予定でいうと、そうですね、めっちゃスケジュール詰まってますからね、はい、そうですね、まあ、何ができるかな、こう、まあ、でも、まあ、去年 やったことっていうものは当然今年やるとして、うん、プラスどれだけできるかな、新しいことがね、そうなんですよ、まあ、けどなんかおのずとそういうの求めません、自分はそうなんですね、やっぱりこうマンネリというか、あんまりこうよく言えばもう無難な日々の過ごし方って選択肢ってあるかもしれないですけど、そうなると面白くないと思っちゃうタイプなんで、はい、若い時はそれで結構転職もしちゃったし、おもんなみたいになってしまったらすぐに新しいことみたいな刺激を求めちゃう肌なんで、まあ黙ってても何かしら新しいことするんでしょうけど、まあ今年は特に今のところいろいろスタートしてるので、いろんな企画が、あとはどうやってうまく形にして着地できるかですからね、こう余裕を残すよとかどっちかちょっと溢れぐるぐらい進めておくぐらいじゃないとできないです、逆に、はい、なんかベテランなしからベテランってね、もうスポーツ選手とかでも、もう無駄な動きを省いて、はい、ここっていう時だけガッていくみたいな、それがベテランのなせる技なんですけど、私もルーキーみたいな常に走り回って動き回ってないとダメだみたいな悲しいことにそっち派なんですよね、はい、そのなんか野球とかでちょっと話があるんですけど、はい、栗山監督いるじゃないですか、はいはい、そうだそうだ、30日だとか31日だとか何してたかって、あと、はい、スノーマン以外にもなんか夕方ぐらいプロ野球の番組やってた、あ、プロ野球の番組というか、おそらくその年間を振り返る中でやっぱ WBC が一番この大きなこのイベントだったから一緒に振り返ってましたね、確かに、そう、一茂、なんか一茂さんとかが出てる番組、はいはいはい、見ました、ちょっとで、まあ、そこでこう、ね、大谷翔平の姿だったりとか、はいはい、そういうのも結構なんかだらっと見てましたね、そうね、やっぱ野球、やっぱベースボールと野球のアメリカとの決勝戦っていうのは、うん、まあずっと語り継がれるようなね名勝負になったというか、ドラマがたくさんありましたからね、なんかそこでちょっと栗山監督がなんかこの人すごい気になるなって思って、はい、なんかちょっと栗山監督の本とかあるらしいから、それ読んでみたいなと、はい、あ確かに名勝とも言われる、まあ、何かしらそのダルビッシュ、大谷っていうこのね、今となっては世界でもトップクラスのピッチャーという選手との縁もあってね、兄ちゃんでメジャーにも繰り出してるわけですから、そしてWBC は何か思ってる人ですよね、監督としては。だからなんかこうそのプレイヤーを育てる側の視点っていう意味ではすごいこういろいろ参考になることがあるんじゃないかなって、なんとなく、まあ、自分もそんな詳しくないですけど、あんまりこうなんか監督してないというか、結構こう距離感近めじゃないですか、選手の、はい、なんかフレンドリーな感じというか、なんかそういう印象ありますけどね、そう
こでやっぱり何が重要なのかなって思った時に、やっぱりこうおじさんになったらユーモアってもっと大事になってくるなっていうのを。ああ、なるほど、確かにね。でやっぱそれでこうユーモアってどうしたらあるかなって思って、はい、なかなかやっぱこう気の利いたことも言えないし、はい、こう人に対してどっちかっていうとこう結構そっけないっていうふうによく聞かれるから、どうしたんですか、塩対応の鈴木さん今年からコメディアンみたいな感じで、まあ、まあ別になんかおちゃらけて面白いこと言えばいいのではないと思うんですけど、ただなんかこうおなんかこう普段何かしらやっぱ、ね、接してて面白いところを見つけるようにやっぱ意識的にしたいなっていう、まあまあ、まあ、何より、まあ、何より鈴木が楽しそうだとそれが一番相手に伝わると思いますね。そうです、だからこういっぱいいっぱいになってこう胸の表情になって必死な顔してるよりも涼しい顔してテラテラしてる方がいいぐらいの方がいいでしょう。鈴木は特にもうマックス鈴木っていう言葉が定着するぐらいですからスイッチが入ってんなっていう時のね、やっぱこのまあ自分は年上だからいいですけど、あれが年下とかね、新人さんとかだったらちょっとひょっとしたらこう近寄りがたいオーラを放ってるのかもしれないです。そうなんです、だから別になんかこうそういうつもりもないんですけど、やっぱそういうふうに思われちゃったらダメだなって、まあ、まあそういうのも必要な時もある。ただ年中それだとやっぱにくいなってなるかもしれない。鈴木の人生相談みたいな、やっぱそういう国民会とかもやっぱりこう休みの間やっぱそういう、はい、明日ですね、まあ、もちろん2023年も振り返ったわけですね。そうなんです、だから、まあ、そういった意味では本当今年はやっぱそういうなんていうか仕事、まあ、去年がやっぱりだいぶ余裕がなかったんで、はい、こうある程度こうしっかりこう自分の中でこの余裕を持たせてこうあんまりこういっぱいいっぱいにならないようにこうマネジメントしないといけないな。そうですね、まあけどそんな中でもやっぱこのワイパーラジオの中でやっぱビッグワードをね、去年も生み出してきてる男ですから、ほぼ無敵ね、あれはユーモアになる小さなありがとうよりも大きな愛してる数々のね、あのライブ配信の時でもありがとうやったり、鈴木さんのこの動きとかやっぱ爪痕残してるわけですからそれがこうなんかたまたまラッキーパンチが出るんじゃないで、をちゃんと計算で出せない。出せない出せない。あれは鈴木計算してできない。だからその鈴木だからこそみんなをあの刺さる。あの鈴木さんなんだ。それはだって俺がもう毎回ふざけてたらそれいつも通りだろうみたいな。たまに出すその鈴木のね、外した感じというか。狙ってお笑いを取れる人ってすごいなって思いますけどね。ですか。そう。でなんかだから。ユーモアの本っていうものを書かないですよ、はいはい、ちょっと難しく考えすぎちゃう、まあ、そうなんですから、やっぱり見て考えたら、はい、でもそうしたら、はい、ユーモアがある人を、はい、読んだりとかして、はいはい、なんかこう人を面白おかしく、はい、ね、いじったりとか、はい、自虐に走って笑いを取るタイプの人とか、はいはい、僕はそれ中村さんから確かにね、あとはなんかこう常にあのニコニコヘラヘラ、はい、あのおちゃらけで、はい、自分で言ったことで自分で受けてる人みたいな、あ、はい、それは多分出れる人かな、はい、誘い笑いみたいな、あとはなんかこうどっちかというとちょっとこうブラックユーモア的な、あ、ちょっと皮肉っぽく、はい、鋭い、はい、ボケをツッコミするみたいな人がいたりとか、はい、あと一個なんだったかな、あとはなんかこうどっちかというとこう、はい、ちょっと忘れちゃいましたけどみたいな、そういくつかやっぱりこう、はい、笑い、皆さんの笑いに送る人でも何タイプか、じゃあその4つのカテゴリーで言ったら、その鈴木の、まあ、一番これかな俺はみたいなのどこになったの。いやそれは分かんないまあそれはそうだよな、分かんないクロスしたいのかな、なんかこう、ね、こう自分でこう面白いことを言ってて周りが笑ってるのがでも実はその愛想で笑ってましたみたいなのが一番悲惨じゃないですか。いや、まあ、けど鈴木たまにするあの誘い笑いは結構するなんかもうめっちゃ誘い笑いしてるやんみたいな、はいはい、その笑わせようっていう時じゃなくて、なんかちょっとしたそのツッコミというか、はい、オチをつけた時にめっちゃ誘い笑いしてるなみたいな、うん、じゃあ多分それは自信のなさだな言ってどうみたいな感じそうですね、顔色をうかがってそうそうそうそんなユーモアに対して真面目に考えること自体が鈴木らしいですよねいろいろメカニズムをユーモアの すげえな。でも結局だってやっぱなんかこうルールが分かんない、はい、闇雲になってる場合、はい、まあ、でも、ね、そういうふうに計算づくの笑いじゃ逆に冷めちゃう。いやでしょ、こればっかりファッションもそうじゃないですか、だって同じ格好したって鈴木と俺が全然見え方変わっちゃうじゃないですか、やっぱりそれと一緒じゃないですか、その人間性とかユーモアというか、もうどうあがいてもその鈴木は鈴木なんですよただ一つ言えるのは、鈴木が常にこう楽しそうだったらみんなにもそれも雰囲気は伝わるだろうなっていう。楽しくいきたいですね。いや楽しいはずなんでしょうけど、その表現の仕方ですよね、
いや俺も楽しい時にうわこれマジ楽しいみたいなのを口に出してるわけじゃないじゃないですか。なんとなくその雰囲気で察するだけなんで、はい、どうなんだろうな。まあ、でもあれですよ、あの忘年会とかやっぱ楽しかったから。いや鈴木はお酒の席ではすごい楽しいんで、その、うん、まあ分かりやすいその楽しむっていう時の鈴木とそうじゃない飲み会の席で分かりますけど、そういう時はすごい分かりやすいんですけどね。それも書いてます。だからその仕事は真面目であるべきみたいなのは、はいはい、そういうような認識は捨てましょうって書いてある、はいはい、僕やっぱそこはあるんですよ、仕事だからきちみたいな、うん、ですよね。そう、しかも鈴木はね、ちゃんと責任、うちのワイパーでやるの責任あるポジションの一角を担ってるわけですから。そうなんですよね。だからそこで逆に肩の力が入っちゃってカチッとなっちゃってる可能性がある。そうなんです。だからあんまりそこはこう肩の力抜いて、はい、こう減らっていうふうにしている方が、うん、ヘラって言い方で2個目ですよ。ヘラってまあまあ、そうだからちょっとそこですね、今年の目標。あ、笑顔の数じゃないですか、多分俺と鈴木で1年間の笑顔の数とか笑い勝手に笑ってる数を多分カウントしたらもう多分かなりの開きある。俺は多分鈴木に比べたら1日何倍か笑ってる気がするけどな。そうですね、確かにそうだな。何の話かこれ。いや年末年始とかも考えたわけですね。ユーモアのメカニズムも。まあけどそれはもう鈴木がするから、いきなりその方向転換で常にこう笑ってるコメディアンみたいな鈴木は絶対無理だ。エレルトみたいに。いやいや、みんなが周りがざわつく。大変みたいな。えみたいな。何が起きた鈴木ってなるんですよ。それは。どうしたらいいかな。結果闇に入っちゃってるじゃない。そんな気にしてはないんですけど、多分なんかもう少しこうちょっとあの感情のコントロールっていうかある。まあそれはないけど、前からだって定期的にあの自分と鈴木の話の中で出てくる話題ですよね。これってそうなんですよ、なんかやっぱこうなっちゃうから。まあそれがいいところ、まあ何でもそうですけど、うん、逆にこうもっときちっとしろって言われた時にできてなくてダメな時もあるだろうし、ないものになりするからなんで、やっぱりしかさ、はい、バランス、まあ、同じお悩みでちょっと悩んでそうですね、はい、コメント。まあけどなんかこう、まあ、うちもなんとなくこのチャット欄の皆さんでさえこのキャラというかおのおのなんとなくつかめてきてる感覚ってないですか。ミヒアンさんも近いですけど、下さんも近いとか、よくコメントいただく皆さん、三平さんとかなんかおのおののキャラが開発さんですけど、赤くさんとか分かりやすく言うと、はい、ありますよね。確かにそうですね。実際なんて実際に会ってみても結構そのチャットで出る人柄通りだったみたいな感じ、ね、そうですよ。そこはやっぱもうそう簡単にやっぱあざむけないです。無理です、出ますね、うん、ただ一つ言えることは、まあ、鈴木がもうちょっと表情豊かだったらもっと違うのになっていうのは間違いないかもしれないですけど、確かにいやまあけどそうそうそう、やっぱ圧倒的にその笑顔というか、はい、もう常にこう一生懸命なんでしょうけど、はい、それがねすごく分かりやすく顔出ちゃう。そうですね、うん、じゃあ結構ね、にやけ顔をおだいぶ出してたらそっちが、いやなんか常にこう笑ってるとか、うん、なんかこう話しかける時もこう柔らかさがあれば、俺とかは年上だからいじれるけど、先のことお前がそんないつも怖そうな顔してとか、うん、楽しくなさそうな顔してとか言えない人もいるわけで、もちろん年下とかシャレ人とかいろんなこと、はい、そうなった時にはちょっとわあちょっと絡みづらいなみたいな時があるのかもしれない。そんなにこうとっつきづらい表情してます。マックス鈴木の時はそうでしょう。それ良くないですね。けどこれ忙しくなればなるほどそれ比例してそうなりますからね。そう、まあ今年ももうそれが確定してるのでということはマックス鈴木の登場が増えるのかもしれないですね。じゃあ目標として そこのマックスの敷居を上げる。そうそうね、そうそう、今まで100でなったのを200までならない。やっぱり、私もしっかり安田家横切りの力を借りるとか早めにとかすれば逆にこのてっぺんが上がるかもしれないしね、天井が、うん、そうですね。ただですね、たくさんね商品企画も YouTube スケジュールとかね、あそこも携わってますから、うん、あでもなんか、うん、まあ、本当にそれが、まあ、去年結構出来事としてあったんで、うん、まあ、今年はですねそこら辺をちょっとこう改善できるようにしていきたいなと思ってま
いいですね、2024年一発目のワイパーラジオ。ちょっとこの好きなパーソナルな部分がもっとね、こういやそんなで洋服の話してくれるみたいな。一発目ぐらいは毎週ね、お洋服の話はもうネタに困ることはないので、たまにこういうリアルな鈴木の声を聞く。私も今びっくりしてますからね。ラジオで人生相談始まっちゃってるみたいな。これ系を初めて見ましたけど、まさかの、菅田さんのこういうのは大歓迎ですよとか言ってましたけど、まさかの相棒からこそんな出てくるとは思ってもなかったんで、ちょっとびっくりしてますけど、まあでもなんかこう、やっぱり考える、仕事を休みの時でもやっぱりこう仕事のことは考えますからね。いやすごいね、そこだよやっぱ。だから、ダメメリハリがね、メリハリがボンボンってないでも自分もずっとオンとは言ってましたけど、そこに鈴木ぐらい難しく考えることはあんまりないもんな。確かに。まあまあでも別にあれですよとは言いますけど、はい、全然こうなんか肩の力常に張ってるわけでもないし、はい、まあ休みも満喫してるんで、うん、はい、まあただこういうような形でちょっと自分をこう、はい、もっとこうハンドルを握れるようにしたい、はい、コントロールできるようにしたいですね。そうですね。だから仕事にこう追い込まれないようにするというのが今年の目標です。はい、はいはい、素晴らしいです。とかなんか感じで、この珍しいトーク内容でチャットがざわついてるかもしれないし、まあ、もしくは鈴木さんの励ましのコメントが大丈夫です、鈴木さん、今日は大丈夫ですか、そのまんまで大丈夫だよって変わる必要ないよみたいな来てるかもしれないですから、ユーモアかもしれない。なんとなくタイトルがそんな感じになってそうですね。ラジオのタイトルがユーモアみたいな。なんで、まあ、ちょっとぜひ皆さんもなんかこう、ね、お仕事とかこう家庭家族の悩みとかいろいろあると思うんですけど、なんかお気軽にとか、ね、そうですね、DM でもいただく、あるあるネタをね、はい、皆様の職場あるあるだったり中年あるあるでもね、家族あるあるでもいいですけど、そうですね、なんかそういうようなテーマがあってそれをちょっと話すとか、そうです、今はもう火曜日ミニステで金曜日マンライブでワイパーラジオですから、ネタをたくさんあってもう全部消化できるぐらいに、はい、ありますから時間を、うん、確かにそうだな。なんかいつも DM であのインスタストーリーでなんか募集してますけど、今年はなんかそういう長文のお便りとかもいいかもしれない。そうですね。それができるのはやっぱこの土曜日のワイパーラジオぐらいじゃないですか。カーキンはマルライブで時間のね、てっぺんも限られてますし、上限も。まあ何よりね、やっぱここが時事クラスですから、人生相談であれば、やっぱ中村鈴木の方がいいんじゃないかなということになりますから。まあ、スローな感じでやってるから。ね、ワイパーラジオ。強みというのをそこに見出すのライブ配信が今2本ありますから、まあ、なんかそういう脱線トークもぜひお待ちしてます、ね、うん、ですね、はい、見える、はい、まあ、メールタイムですね、はい、お待ちしてます、うん、お願いします。はい、はい、ちょっとこれしくっちゃった。確か去年も1回ありましたね。ノーレック事件っていうのがね、はい、ここのちょっとレコーダーのレックボタンを押せてなかった疑惑が、はい、手元のそっちではレック、ノーレックだったわけですよね、はい、ただ私たちがやっているあちらのカメラのマイクは拾っている可能性があるとか拾えてるんですよね、おそらく。あのなんでカメラの、音質であれば一応ちょっと今回できると思うので、もしかしたらちょっと今回ですね音が悪いかもしれないので、 そうですね、それに関してはちょっとカメラの内蔵マイクということでお許しください、はいはいはい、すいません、しょっぱい。いやー、鈴木さんの人生相談に終わり、はい、1回目は無事に終わったかと思ったら、うん、まさかのノーレック事件が起きてましたね、はい、新年早々、まあ、しょうがない、ちょっと、はい、まあ、あのこんなミスもたまにあるかもしれない、まあ、そうですね、はい、前らはありますからね、はいはい、ちょっと気をつけていきたいと思います、はいはい、まあ、ということでじゃあ今回終わりたいと思います、はい、ワイパーラジオは毎週土曜日夜8時15分からお送りしております、はい、ここまでのお相手はワイパーの鈴木と中村でした。また次回お会いしましょう。さよなら、おやすみなさい、良い週末を。 See you next time.